東南の八雲町の国道でトラックとバスが衝突し5人が死亡した事故でトラックを運転していた男性が事故の前勤務先の関係者に体調不良を訴えていたことが明らかになりました今月18日八雲町野田生で高速バスと養豚業者のトラックが衝突し5人が死亡しましたその後の警察への取材でトラック運転手の梶谷誠さんが 事故の前勤務先の関係者に体調不良を訴えていたことが分かりました勤務先の日本クリーンファームはこれまでカジアさんについて健康診断で異常はなく直近3ヶ月間は長時間労働などはないとしていました当日の健康チェックとかそういうセルフチェックをする体制がある具体的にどういう確認をしたか内容については申し訳ないんですけど今ここで ご説明することがちょっとできないんで。警察のこれまでの調べでトラックの車体の異常は今のところ確認されていません。警察はカジ屋さんが何らかの原因で対向車線にはみ出したものとみて過失運転致死傷の疑いも視野に捜査しています。